プロジェクトとは何でしょう。プロジェクトというのは目的を達成するための活動です。で、期限が決まっています。で、独自性のある活動、その時だけの活動です。 PBL という一つの大きな括りで考えた場合、教員の方がプロジェクトを設計します。で、評価を計画します。で、生徒が、実際のところは生徒がここでプロジェクトをやります。そこで教員の方々は、コーチングとか、プロジェクトをうまくやってるかっていうファシリテーションの役割に徹して、で、プロジェクトが終わったらそのところを評価する。で、実際にプロジェクトをやるのは生徒なんですね。では生徒はプロジェクトをどうやるか、まあいろんな PBL の形があると思うんですけども、何らかの課題テーマを出されたときに、それをどういうことなのかっていう分析したり、で、そこに、それが始まってプロジェクトを自分たちで立ち上げる、設定する。じゃあそのプロジェクトをどんなプロジェクトにしようかっていうことが決まったら、そのプロジェクトを実際にどのようにやっていくか計画を立てる。で、その計画に基づいて実行していく。そこではいろいろな形があると思うんですけど、調査研究っていうのもあるし、何らかの形があるもの、ものを作るっていうこともありますし、サービスを提供するっていう形の、もあるかと思います。何らかの形になると思います。で、それを発表する。で、一般的にプロジェクトっていうと、ここで最後発表したら終わりだよねっていうのではなくて、やはり教育なので、ここで振り返りをする。自分たちの活動はどうだったのかっていうところで、振り返りまで終わって、ここを一つの生徒がやるプロジェクトが終わりました。で、その後で先生が評価するっていう、そんな形を我々はちょっと描いております。では生徒が主体的にやっていくのにはどうしたらいいのか、どんな力が必要なのかっていうことで、今いろいろあるんですけども、ちょっと今回挙げさせていただいているのは、チーム活動をやるために、必要なポイントということで3つ挙げております。見える化、情報の共有、合意形成っていうのが、一つのプロジェクトの中で何回も何回も繰り返されて、それで、チーム活動っていうのがうまくいくかなというふうに考えています。プロジェクトマネジメントですけれども、やっぱりマネジメントの世界なので、一回何かを学びましたっていうことでポンと、身につくものでもないんですね。一番わかりやすいのが文化祭です。文化祭が生徒が主体的にやる、生徒がやっぱりプロジェクトマネジメントとは何かとか、プロジェクトをうまくやるためにはどうすればいいのかっていうところでかなりの気づきがあります。で、今日はこの PM 体験型講座っていうことでモデルハウスプロジェクトをやっていきます。振り返りのポイントとしては、役割分担とかコミュニケーションですね。一人の人だけが勝手にやっていたとかじゃなくて、うまくその辺ができたとか、あとトラブルがあった時にリーダーシップを取って誰かがこうしましょうっていうふうに、計画を変更してやったとか、あとトラブル対応ですね。トラブル対応の時どうしましたかっていうような、こういう観点から振り返りをするといいかと思います。で、モデルハウス出来上がったら、出来上がりました終わりじゃなくて、そこで本当に依頼事項に合ってるのか、成果物を検証しましょう。あとちゃんと、プロジェクトの報告として、私伊藤さんのご希望に合う家になってるかどうかっていうのをプレゼンテーションしてもらう、PR をしてもらうっていうような、お客さんの依頼者の要望に応えているか、それが目的だったので、このプロジェクトのね、そこに応えているかっていうのを確認しています。はい。で、あと振り返りですね。今回の振り返りすごい簡単なパートでやったんですけど、まあプロジェクトをやっていく上で一番大切なのって、プロジェクトって一回限りの活動なので、ただその経験を通して次に伝えられることってあるんですよね。それを経験を次に生かすために振り返りで整理しましょうってこと。プロジェクトマネジメント の重要な要素っていうのは経験を生かすってところにあります。の記録を残していくことによって次のプロジェクトに生かす、組織の資産になるって言い方をしますね。なので、これも実際に整理していったりすると、生徒がやったものを整理していくと次の活動に生かす資産で、文化祭プロジェクトっていうのは先ほどお話したと思うんですけど、文化祭は学校の伝統になっていくものなので、これを記録を残していくことによって次の子たちがそれを見てまた、やっていく。で、前年度よりもより良い、より良いものっていう風に作っていくっていう活動、学校の伝統を作るっていうところの一つにもなるかと思います。
プロジェクトをやったらやりっぱなしではなくて記録を残して思考、振り返りをして思考を整理してそういうことを習慣化していきましょう。プロジェクトマネジメントをやることによって一人のできる人だけに頼るっていうんじゃなくて誰もができるような、底上げですね、底上げをしていこうっていうような手法でもあります。プロジェクトマネジメントのワークショップということでさせていただきました。どうもありがとうございました。